ご視聴ありがとうございます。今回はバッドボーイズの主要キャラクターのその後を特集する動画になります。ここからはネタバレを含みますので、ご注意の上ご視聴ください。トップ3が広島を守った頃から、まずは十数年後からご紹介します。ある子供が若い女性に子供らしからぬ行為をしました。するとその子供の母親が激しすぎる教育的指導を行います。これはやばい。ちなみに母親はその後も父親の DNA を存分に発揮する子供に怒りが収まらないようでした。すでにお分かりかと思いますが、この人は十数年後のエリカ様でございます。ヒロだけではなく息子にもかなり手を焼いているようです。続いては坂本と大久保という若者が転職した時の話になります。この2人は真面目に働く気はなく、目先の金のことにしか頭がありません。そんな2人の教育を任せられたのが岩見英二でした。英二は仕事を教える前にこの2人の人間性に問題があることを指摘します。するとそれを聞いた坂本が英二に対して凄むのですが、英二は自分は大人なので喧嘩はしないと発言し、やるなら単車での勝負だと悪魔が乗り移ったような顔で伝えます。この顔はやばい。すると英二に恐れをなした2人は真面目に働きました。続いては暖炉の後輩の二階堂が花を買いに行った時の話なのですが、何やら花屋の店内で後輩の店員にキレている男がいます。その後2人の店員は睨み合いになり、後輩の店員が店の花を叩きつけたその時、先輩の店員がぶち切れてメガネを外します。そしてメガネを外した先輩店員は制御不能となり、後輩の店員をぶちのめします。そしてメガネを外すイコール制御不能といえば中村久夫、何歳になってもメガネを外した時の久夫はやばい。続いての話は大人のお店で男の全てを吸い尽くす陰獣女王に幼児たちが挑んだ時の話です。店内に入った3人はすでに陰獣女王が放つオーラに圧倒されて慌てふためいていました。そして陰獣女王が徐々に幼児たちに近づいてきます。その後幼児たちは全てを吸い尽くされて動けなくなっていました。そこにある男が現れます。その男の名は佐藤広右衛門の丞景元、通称ヒロが陰獣女王に挑みます。そしてヒロは全てを吸い取られた昔のライバルの幼児を嘲笑い、30歳を超えても自らを宇宙一と豪語するヒロがついに陰獣女王との対決の場に向かいます。そしてヒロは陰獣女王と互角になり合い、影本無限宇宙肉棒で勝負を決めに行った。その時幼児からの通報を受けたエリカが現れ、ヒロをボコボコにして連れて帰ります。ヒロもやばいですが、エリカはもっとやばい。それから数ヶ月後、エリカたちの子供の小学校の入学式の日がやってきました。ちなみにこちらはエリカとヒロの子供の達弘、そして司の子供の球児、さらに暖炉の子供の秀樹がいるということは、トップ3がこの場に揃っています。しかし暖炉の身長は一体何メートルあるのでしょうか。久々に再会した3人ですが、あまりいい空気は流れておらず、軽い小競り合いが始まっています。どうしてもこの3人が揃うとこうなってしまうみたいですが、さすがのトップ3も30歳を超えたいい大人です。さすがに昔のように暴れ出すことはないみたいです。その後子供を抱いた幼児が現れます。そして和俊たちはすでに到着しています。これで役者が揃い、3大チームの和やかな同窓会が始まると思いましたが、いつの間にかトップ3の大乱闘が繰り広げられていました。やはりこの3人は何歳になってもやばい。そしてここからが25年後の世界です。月日が流れ去り、達弘、そして球児もすっかりかっこいいお兄さんに成長しています。そして秀樹はいかにも強そうなお兄さんに成長しています。
ちなみにこの店は旦那の後輩が経営する美容院なのですが、ここに43歳になったヒロが来ていました。するとそこに司もやってきます。すると互いの存在に気づいた2人は40歳を超えても変わっていませんでした。その後お約束の旦那も髪を切りにやってきました。これでお約束の3人入り乱れての大乱闘が始まるのかと思いましたが、旦那だけは大人になっていました。そして尊敬する先輩が来店したことで後輩たちの旦那への優遇が始まり、それに不満を述べた司とヒロに旦那が蝶々バカとほほこけと発言したことで司とヒロの怒りに火がつき始めます。さらに店長の二階堂が旦那の髪を切り、自分たちの髪は他の後輩美容師が切ることに司とヒロがぶち切れます。40歳を超えてもこの二人はやばい。するとその時旦那は自分は後でいいから先に二人の髪を切ってやってくれと言って大人の対応をします。そんな旦那に対して司とヒロはとてつもない敗北感に苛まれます。しかしここで往生際の悪いヒロが旦那の割れた腹筋を見て愛人がいるのではないかとイチャモンをつけ始めます。さらに旦那には愛人が5人いると言い出します。その後もヒロの暴走は止まらず、旦那を野獣と罵り、旦那の女関係を突き止めて嫁に知らせると言い出します。その後ヒロが自分には全国に数人女がいると自画自賛に入ったその時、司からの通報を受けたエリカが現れ、またまたヒロをボコボコにして連れて帰ります。これで終わったかと思いましたが、今度は司と旦那が口論になり、ついに40歳を超えた2人の戦いが始まろうとしたその時、この場に戻ってきたヒロが加わり、おじさんトップ3の戦いが始まります。やはりこの3人は何歳になってもやばいですね。その中でもヒロはかなりやばい。ちなみに翌日司は腰痛が発生、そしてヒロは43歳にしてこのヘアスタイルになり、エリカの命令で庭の草むしりや洗車をさせられていました。それから数ヶ月後、長距離の運転が仕事のため週に1回しか休みのない旦那が休みの日も家で過ごさないことに妻の香織が大きな不満を抱いていました。さらに香織は疑心暗鬼になり旦那の浮気を疑い始めます。そして旦那の運転するトラックの助手席には若い女が座っていました。その後和俊の携帯に妻の典子から連絡が入るのですが、典子は旦那の浮気を疑って暴走する香織に無理やり浮気調査をさせられていました。しかしこの香織の顔はまさに広島の貞子、かなりやばい。その頃渦中の旦那はヤンキーを相手に大暴れしていました。夫婦揃ってかなりやばいと思いましたが、これは旦那との浮気説が浮上している女の子に犯罪まがいの行為をしようとした男たちへの制裁でした。ちなみにこの女の子は浮気相手ではなく旦那の運送会社の従業員です。旦那は決して香織を裏切るようなことをしていませんでした。続いてはそんな旦那とは正反対な生き方をしている男のヒロが居酒屋を出店した時の話です。ある日泥酔した客がエリカにちょっかいをかけます。それを見たヒロが注意をするのですが、この客は立ちが悪く、その後もエリカにちょっかいをかけ悪態をつき続けます。するとそれを見かねたヒロがついにぶち切れてしまいます。その後このヒロの行為がネットの掲示板で炎上し、店の入り口には嫌がらせの落書きまでされてしまう状況になり、ヒロは仕事をしなくなってしまいます。そんなヒロにエリカの母親が会いに来ます。そして母エリーはヒロを説教した後に自分の職業でもある占いをヒロに対してするというのですが、ヒロは占いにうんざりしているようでヒロは占いを拒みます。するとそれを聞いたエリーがぶち切れてヒロにアイアンクローを敢行します。さらにこの目かなりやばい。その後ヒロは占いだけではなく先祖供養の儀式も受け続け、その甲斐あってか居酒屋宇宙一は見事に復活を遂げて店内は大忙しの状態になっていました。
ちなみに宇宙唐揚げすごく美味しそうですね。その後幼児たちも来店し、居酒屋宇宙一は完全復活しました。ちなみに宇宙一の酒の仕入れ先は司の広島酒店です。そしてこれは老後のトップ3です。特にヒロがやばいのですが、これは3人が同時に見た夢の中の世界だそうです。今回はバッドボーイズのその後を特集させていただきましたが、トップ3の現役時代のいろんな動画やその他のヤンキー漫画の動画を多数公開しておりますので、ぜひチャンネルのホーム画面を見ていただいて、ご視聴とチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。